この動画をご覧の皆さん、こんばんは、もしくはこんにちは、風来坊です、今回はね、久しぶりに懐かしいも引っ張り出してます、こちら2005年から、2007年使われた日本代表のレプリカユニフォームです、なんでこれ引っ張り出したかというとですね、これ購入してちょうど今年ジャスト15年だからっていうのがあったりします。いやー懐かしいっすね。初めて買った代表のレプリです。で、これ見てね、これ着て、ドイツワールドカップ、全部じゃないけど、一試合ぐらいかな、代表戦見てました。まあ、結果は、ああいうありさまだった。確か0勝2敗1分けっていうありさまだったんですがね。確かこれはね、結構と気に入ってましたな。デザインも結構良かったんですよね。ちなみに後ろ、これ名前がですね、名前はないっす。背番号もつけてないっす。まあ、これレア。今となっちゃ多分レアかもしれないですけどね。手放すようなことは絶対しませんよ。しかもレアな貴重なもんなんでね。今とはレアかもしれないですね。で、これ買った後ぐらいからですね、ワールドカップのたんびに代表にも向かってます。多分次のね、カタール大会日本が出場した暁にはまた購入して、テレビの前でなんてこともあるかもしれませんよ。そして、まあ、なんやかんやってたどり着いた先はこういうことなんですけどね。頑張れ、日本代表。まあ、ちょっと話ずれちゃうんですけどね。まあ、久しぶりにこういうの引っ張り出してみたっていう感じの動画になります。ちょっとかなり短めですが、ご覧いただきありがとうございました。